ブリヂストンの1年後の株価はズバリ。バリュー株、ブリヂストン復活期待。はい、新谷さとみです。このチャンネルでは、本来の企業価値、つまり理論株価と実際の株価の差から将来の株価予想を共有する番組です。今回のテーマです。1、株の現状は。2、これまでの株価推移は。3、株価は今後どうなるということで、まずは1番、株の現状はというところから見ていきたいと思います。この動画を撮影している時点での株価は4141円です。配当利回りは 2.5%、平均が 2% ですので、高配当です。株主優待は実施なしです。2番、これまでの株価推移はということで、ブリヂストンの株価推移はご覧のようになっています。後ほど詳しく解説します。後半では1年後の株価予想もお話ししますので、最後までお付き合いください。では、ブリヂストンってどんな企業なのかということですが、国内ナンバーワン、世界ナンバーツー、海外売上の構成比が 80% を占めるタイヤメーカーになっています。ブリヂストンの事業は大きく2つ、タイヤ事業と多角事業です。それぞれの売上の内訳は、タイヤ事業が 84%、多角事業が 16% です。ブリヂストンの製品はご覧のようにいろいろなところで使われています。ブリヂストンの市場別売上構成比です。先ほども解説いたしましたが、海外構成比が 80% を占めているのも特徴です。そして、世界のタイヤ市場シェア、売上高ベースですが、ブリヂストンはミシュランに次いで世界2位です。次に、ブリヂストンはどのように生まれたかを解説していきます。実は、足袋から始まった会社なんです。創業者は石橋正二郎氏。1906年、17歳で地元福岡の久留米で家業を継いだ正二郎氏。世界一の道は直足袋から始まったのです。1923年、日本初のゴム底直足袋発売。この後、ゴム靴の製造も開始します。そして、車もまだ少ない1931年、日本足袋のタイヤ部が独立して、ブリヂストンを創業します。1932年、タイヤ輸出を開始。日本の企業の中でも、ブリヂストンは海外進出が飛び抜けて早かったのです。ここで、社名であるブリヂストンの由来をお話しします。創業者の石橋氏の名字の石橋を英語にして、ストーンブリッジ。でもこれでは語呂が悪いというので、逆さまにしてブリヂストンになったということです。1955年から1970年、日本経済は世界に類を見ない高度成長を遂げました。三種の神器の普及が一段落して、3C と呼ばれる大型耐久消費財が新たな庶民の願望となりました。3C とは、カー、クーラー、カラーテレビのことです。とりわけ自動車はマイカーブームを将来し、ブリヂストンもそれに合わせて業績を拡大していきます。高い技術力で次々と新しいタイヤを打ち出し、1953年、売上高100億円突破、国内業界首位に立ちます。海外にも事業の場を拡大。1962年にはアメリカ、ドイツ。1965年はシンガポール。1968年には南アフリカに事業の場を拡大していきます。1961年、株式上場。1960年代、海外でのタイヤ販売や工場建設へ着手していきます。1970年代には、ゴルフトーナメントや F1 レースを開催しました。そして、1984年、株式会社ブリヂストンに改称しています。1988年、
米国第2位のタイヤメーカーファイアストン社を買収、子会社化。世界一への足がかりを作りました。1991年バブル崩壊で株価急落。2003年世界初人工尾びれ開発へ。ご存知の方は少ないかもしれませんが、ブリヂストンはタイヤだけでなくイルカの人工尾びれでイルカを救った企業でもあります。沖縄の美ら海水族館にいたイルカのフジ。フジは2002年に感染症と循環不全のため尾びれが壊死して 75% を失ってしまいました。その翌年、ブリヂストンが人工尾びれの開発プロジェクトを開始。途中で何度も挫折しそうになりながらも素晴らしいチームワークで課題を乗り切り、フジはハイジャンプが可能となるまでになったのです。この物語は映画にもなっています。2005年ミシュランを追い抜き世界1位へ。2008年リーマンショック。2015年円安や原料安効果で営業利益過去最高の5172億円を計上。2018年米中貿易摩擦。2020年コロナショック。新型コロナで乗用車や検機、航空機など新車向けのタイヤ需要減。交換や補修の需要に支えられました。ブリヂストンは昨年11月、2020年12月期の連結純損益が600億円の赤字になる見通しと発表しました。前期は2401億円の黒字で、最終赤字は69年ぶり。新型コロナウイルス第2波の影響で欧米での需要が減速すると見込んでいます。これまでの解説を1枚にまとめるとこのようになります。3番、株価は今後どうなる。ブリヂストンの現時点での株価は4141円です。今後どうなる。予想の前提1、ブリヂストンの売上状況はということで、売上の推移はご覧のようになっています。直近2年間の業績推移を見た場合、前期は減収となっており、前期の減収率はマイナス 3.91% です。また営業利益も2期連続で減益傾向にあり、該当2期の減益幅は平均でマイナス 19.88% になっています。ブリヂストンの売上です。連結事業売上高、2019年は3兆5256億円でした。構成比はタイヤ事業が 84%、多角化事業が 16% になっています。予想の前提に、タイヤの市場はということで、ブリヂストンは売上高ベースで世界2位です。タイヤの生産数を表した表です。2013年から生産数はほぼ横ばいです。交換用タイヤの世界市場の予想です。2019年に比べ、2025年には平均 1.8% の成長が見込まれ、約12兆1000億円の市場規模に達すると予想されています。今後は発展途上国での車の普及や配送用のトラック、バスなどの普及も拡大すると見込まれています。ブリヂストンは中古タイヤを再生するリトレッドタイヤを提供しています。新品のタイヤに比べ原材料の使用量が3分の1で済むので価格は3割前後安くなります。今後配送などのトラック増を考えた場合、需要が増えると思われます。予想の前提3、ブリヂストンの強みはということで、ブリヂストンは世界中にいる整備員や販売網を駆使して顧客のニーズを素早く把握し、それを本社が吸い上げて顧客ごとに製品を提案できることが強みです。ブリヂストンは世界に自社ゴム農園を所持しています。ですから様々な特性のタイヤを素早く開発、素早く商品提供することが可能なんです。こういうものを特別に作ってほしいというお客様の声にも対応できるのがブリヂストンの強みになります。とにかく開発にはお金と時間がかかります。
これができるというのはやはりトップ企業に限られています。大企業だからできることということで、このような巨大なタイヤも製造しています。海外の鉱山用のタイヤで、直径は4メートル、重さ5トン、1本500万円前後のタイヤは他のメーカーには簡単には作ることができません。もう一つ、ブリヂストンの強みとして挙げられることが、技術力と製品力です。安全性能、低燃費のタイヤ、エコピアを販売しています。ゴムの改良を施して、通常走行の場合、最高約 3% 燃費改善に努めたタイヤです。技術力、製品力2としては、パンクしても走行できるランフラットタイヤも開発しています。このタイヤはパンクしたとしても時速80キロ、距離80キロ走れるタイヤです。技術力、製品力3、国内シェア 50% を誇る免震ゴムの提供も行っています。地震が多い日本や他国でも今後需要が増すと思われます。投資指標です。実績 PBR は 1.34 倍とやや割高感があります。ブリヂストンの出来高の推移です。出来高とは、期間中に成立した売買の数量のことです。出来高は株価に先行すると言われることもあり、市場の活性度を測るバロメーターとして使われます。ブリヂストンは2008年をピークになだらかに下がっていますが、去年に引き続き今年も注目したい企業です。株価と営業利益の推移です。現在、株価と営業利益、つまり本業の実力がほぼ釣り合っています。実力と株価についてです。株価が過度に実力以上になると最高値を記録して下がり始めます。株価が過度に実力以下になると最安値を記録して上がり始めます。だから、投資において最も重要なことは、基礎的な指標、ファンダメンタルズから実力を見通すこと。なぜなら、株価は短期的には上げ下げを繰り返しながらも、長期的には実力に見合った株価に落ち着いていくからです。ということで、ブリヂストンの1年後の株価はズバリ、4413円を予想したいと思います。あなたの株価予想もコメントでぜひ教えてください。楽しみにお待ちしています。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録もよろしくお願いします。そして、株式投資で資産を10倍にする方法など4大特典をプレゼント中です。ぜひ公式 LINE のフォローをお願いします。以上です。ありがとうございます。幸運を。